さん、こんにちは。ドキドキマネージャーの小峰です。ホームメイド家族の黒さんと筒井はじめが長岡修正回顧展を見に行きました。その時の模様の映像をお届けしたいと思います。本日は初日です。それでは早速どうぞ。行きましょう、行きましょう、宇宙。ページが上がるぞ。多分500としてもすごいよね。一歩一歩ここでやってるね。やってる。確実にやってる。マジっすか。こことか足取ってちょっと短いじゃん。人間感じる。人間感じる。これさ、アメリカ人とか好きなんだよね。こういう世界で。まあダイナミックな世界。作家長岡修正とは、宇宙や SF をイメージした作風で国際的に活躍しました。トップアーティストのレコードジャケットだけでなく NASA からもオファーされる作家です。すごいな。すごい。これはめちゃくちゃ平和な象徴じゃない。これ国連があれになって、これもね、南方向に作った一台だもんね。どこに向かってるの。二人が強く反応していたのがこの絵でした。これやばいなぁ。ノーリスマイル、興奮したのかな。レコードジャケットに落とし込むときも相当気遣っただろうね。そうだね。この CD じゃ出せないですね。レコードサイズだからさ、やっぱり古いんだろうな。これ美しいなぁ。美しいですね。これ美しいなぁ。いいな。色合いもいいし。これがいい。なんだよ。なりそうじゃんな。なんかエジプト文字みたいな感じですね。ちょっとあんま見たことない。パンを止めるやつじゃん。分かる。あれこう打率してきた。そこから発想しましたみたいな。この辺で感じいいっすよね。なんかさ、材質が分かる感じしないですか。触っててさ、あ、冷たいだろうなとかさ、変なやつだったかなとか感じを受けるじゃないですか。ただの平たい地面というか、材質まで分かって一体かけてくる。一枚の絵から現代社会を見抜くに至る二人の着想には驚かされます。これ何なの。スマホなの。ああ、確かに。だから脳あれしてた。それで自分のこれがビジュアライズされてる。鏡じゃない、未来の。違う人なのかな。違う人っぽいね。肌の色が違うんだよ。多分男だよ。顔のパーツが男のパーツになってる。あ、そうかも、東京が。あ、そうかも、そうかも。どこだ。どこだね。立体テレビなんだ。女性上位時代。女性上位時代、もう予見しちゃってんじゃん。今じゃん。それ三角になるんじゃないの。もう圧倒的に女性の時代ですよ。作品を見終え、ギャラリーを後にしてもアートにドキドキしている2人は長岡修正を語り始めました。でももし長岡修正さんがね、今も存命だったら、はじめちゃんすげえ仲良くなったかもしれない。でもまあ相当激しい人だったんじゃないかな。
の隙がないっていうかさ、うん、気軽に話しかけれない感じがなんかアトリエにウエースって行けない感じがない。分かる今日行っていいのかなみたいな、うん、あるね。アトリエも綺麗なアトリエっぽい感じがするもん、うん、まあね、うん、最後まで絵の具びっちり使ってそうだから、うん、筆とかも毎回ちゃんと洗ってさ、メンテナンスしてるとか、そうじゃなかったらまた違うセオリーになっちゃう。ああ、なるね。多分それっぽいけどな、まあ、でもある種の完璧主義者なんじゃないですか、うん、まあそうだね、うん、完璧主義者だね。完璧主義者ですよ、うん、なんか音楽もそうなんですけど、なんか余白を残す人と残さない人がいるんですよ、やっぱり、うん、その余白に、うん、その読者とか、まあそのね、リスナーとかが入れる要素を作っておく、うんうん、想像の余地を残しておく、うんうん、あの人って想像で物を作ってるのに、うん、なんか余白の余地があんまない感じがするんですよ。そう、完全に完璧だね。そう、なんか完璧にこれですっていうの、うん、やってるね。そうそうそう、あとはこっちが探り続けるしかないっていうかさ、ああ芸術作品としてはかなりレベル高いね。そうですよね。生み出した時代も含めて。ああ確かにね。ああ今じゃないところがすごいじゃん。ああそう本当そう。なんか稀にいますよね。その音楽でもさ、うん、マイケル・ジャクソンとかさ、うん、その時代にないものを生んじゃって、うん、なんかこう金字塔を打ち立てる人間、うんうんうん、天才なんだろうけどさ。うん、飛び出ちゃったやつっていうパターンじゃないですか、うん、そうだね、まさにそうだね。すごいよな、結構感動しましたよ、うん、俺もした。そう、いいもん見ましたね。いいもん見たね。やばいもん見ちゃったよね。憧れるね。憧れますね、うん、これはあいつにしかできないっていう、あれ極みじゃないですか。そしてなぜか2人の会話は現代社会の男女関係に飛びました。それではどうぞ。女の人が変化してて男がついてってるみたいな感覚があるな。ああそうね。ああ本来のパワーバランスに戻ったんじゃないですか。もともと女性がそういうエネルギーを持ってるもので、うんうん、男がなんか力で押さえつけてた時代があって、ああそれがこうもうダメな時代になって、ああ女性が普通に戻ったんですか。ああだって女の人の方が長生きするじゃないですか。確かに俺たちね、どんだけエバっていようが寿命が圧倒的に長いの女性だし、うん、その時点でも生命力が違いますよ。違うね、全く違うね。そもそも産むしね。産むし女性には頭上がらない。それを予見してたのがさっきの長岡修正さんの、うん、これから女性優位の、あったあった絵なんじゃないですか。あったな。男性がもう薄々になってて、あれが今です。まあそうだね。